ねえ、マカリスターをね、安心した控えに置いてるというかね、普通にブライトンいいチームだね。ファーガソンどうでしたか？あ、ブライトンのアントップね。なんかさ、あのキャラなのに動き回るんですよね。前にドカッといてさ、最前線で気の利くタイプなのかなと思ったら、マーチのさ、得点シーンとかさ、カットインから左足のシュートの時と外側回ってあげたりして。いや、カイセドやばかったな。トロサール打ってよくないですか？その時期によっていい時期悪い時期ありますからね。トロサールが良くない時期にファーガソンとか出てきたりとか、ね、サルミエントだっけ？ウェルベックもね、あれベンチだのかな？なんか映ってましたよね。ブライトンが補強するべきポジションはどこですか？また具体的に誰ですか？ブライトンに関してはね、補強っていうより、誰も取られないってことが大事ですよね。ほんと、ブライトンに大型資本とかついてほしいな。なんか、いやー、こっから、なんかアヤックスとかさ、セビージャとかさ、なんか、この選手ここ行ってこうなって強くなるんだろうな、みたいな話するんだけど、今のブライトンに関してはデセルビがいいサッカーしてさ、すごい、一人一人が生き生きしてるじゃないですか。このチームそのまんま強くなってくんないかなみたいな。次のレスターみたいになってくんないかな。まあレスター今良くないんだけど、ビッグセブンになってくんないかな、ブライトンがって思うよね。取られないことが大事で、どっかつかないかね。でかいスポンサーとか。